エースデルピエーロを怪我で欠くユベントスはアウェーのオリンピアコス戦、前半11分に先制を許し、その後も波状攻撃を受ける苦しい展開。しかし窮地を救ったのはチェコ代表のネドベドでした。21分にフリーキックを直接決めて1対1の同点に追いつくと、さらに後半34分には右足で強烈なシュート。これには相手ゴールキーパーも反応できず、ついに逆転に成功します。結局このネドベドの2ゴールでユベントスがオリンピアコスを下し2連勝を飾りました。